オラフライ eSIM を iPhone にインストールしてアクティベートするのはとても簡単です。 eSIM のインストールは旅行の数時間前に行い、アクティベートは目的地に到着してから行いましょう。当ウェブサイトで購入いただいた後はメールにて eSIM の設定手順をお送りします。では携帯電話を準備して早速始めましょう。まずは Wi-Fi やモバイル通信など安定したインターネット環境が整っていることを確認してください。その後は設定画面からモバイル通信に進みます。 eSIM を追加にタップして QR コードを使用を選択してください。ここでは QR コードもしくは手動でインストールする方法のいずれかを選択できます。 QR コードでインストールする場合、メールでお送りした QR コードを他のデバイスで表示するか、あらかじめ印刷しておくことをお勧めします。QR コードを画面の枠内に収めてプランが認識されるまで数秒を待ちます。別の端末がなかったり QR コードを印刷できない場合は手動でインストールを行いましょう。同じ画面で詳細情報を手動で入力を選択してください。メールでお送りしたコードをコピーしてそれぞれの場所に貼り付けてください。これでオラフライプランをインストールする準備が整いました。購入したプランを選択し、続けるをタップしてください。ここでプランの名称をオラフライプラス目的地に変更します。主回線をデフォルト回線に選択し、続けるをタップ。iMessage と FaceTime の使用には、再度主回線を選択して、続けるをタップしてください。モバイルデータ通信にオラフライを選択します。必ずモバイルデータ通信の切り替えを許可をオフにすることを忘れないでください。そうすることでデータローミング料金の発生を防ぐことができます。最後に完了をタップしてください。これで eSIM のインストールは完了しました。目的地に到着したら eSIM をアクティベートしましょう。設定に戻りモバイル通信をタップしてください。オラフライ eSIM を選択してこの回線をオンにするとデータローミングの両方をオンにしてください。モバイル通信に戻りオラフライの回線がモバイルデータ通信のデフォルト回線に選択されていることを確認してください。通話付きプランの場合はデフォルトの音声回線でオラフライを選択すると通話の受発信ができるようになります。これでオラフライ eSIM のアクティベートが完了です。お疲れ様でした。ネットにつながった海外旅行をお楽しみください。お困りの際は、お気軽に LINE かチャットより、24時間年中無休のカスタマーサポートまでお問い合わせください。どこでも、いつでも、つながるネット。